文帝は南朝鎮の第二代皇帝。初代皇帝、武帝の老い。聖は鎮、忌味は、側近の藩主公と男色関係にあったことで知られている。鎮派先の長兄の鎮道団の長男として生まれた。お父に従って法慶の乱の討伐に従軍し、呉れ軍大使となった。戦場軍から、危機、各仲らが侵入してくると、これを撃って平定した。 小、生二年、信武将軍の位を受け、関南助手を務めた。小生三年、陳波崎が北伐して、香料を攻撃すると、戦法として活躍した。天聖元年、陳波崎が、大宗弁を撃つにあたって、大宗弁の娘婿の森岩が、呉れ軍に寄っていたため、陳は陳波崎の命を受けて、郷里の頂上県に帰り、森岩の侵攻に備えた。陳は、 わずかな兵で、森岩の武将の戸康氏と対峙し、撃退に成功した。陳羽先が、周文育を派遣して、森岩を撃たせると、陳は周文育に合流した。陳は将軍の隆起をし、正元巨に、森岩を攻撃させて撃破した。東洋州市氏の長兵が臨海軍大衆の大懐ぶりを包囲し、大懐ぶりが救援を求めてくると、陳は、 周分一句と共に、会計に赴いて、長氷を攻撃した。長氷の武将の陳康氏が開門して、陳を迎えたため、陳はその兵を兵鈍して、長氷を撃破した。功績により使い自説、都督海会計当軍所軍事、千武将軍、会計軍大主に任じられた。また、少数民族の山越えの乱を打った。永定元年に陳先が、南朝陳を建国すると、 臨戦軍王に建てられ、自中、安藤将軍の位いを受けた。終文行くと、高安都が、とん口で、王林に破れると、陣は、武帝の下で軍事を委ねられた。間もなく、兵を率いて、南館に築城した。英帝三年六月に、武帝が崩御すると、正太王の命により南館から召し出されて、即位した。在位中は、北州との間には兵を結び、王林を、 英州から追放して、北西の介入を退けた。また各地に拡挙する、中進む、止めい、陳だからオーラの独立勢力を撃破して、江南における、陳の支配を確立した。その後は、不駅の減免、土偽の解放、倹約令の奨励など、内政に力を注いで、陳の国力基盤を固めた。ありがとうございます。